どうも、千葉ちゃんの競馬人生、千葉ちゃんです。さあ、今回は秋華賞の予想をしていきたいと思います。の前にですね、先週、毎日王冠本命ジャスティンカフェ、対抗サリオス、ハンガナダノザキット、2着、1着、3着と、ほぼほぼ完璧な結果、危険な人気馬に挙げた、レイパパレ、ポタジェ、ノースブリッジ、3頭とも飛ぶという、本当にすごくね、予想動画のとしてはね、いい動画を上げれたんじゃないかなと思います。そして、京都大賞典本命ディアマミノル、対抗マイネルファンのどっちも着外。極端な結果となってしまいました。ディアマミノル参考にしてくださった方すいませんでした。めちゃくちゃ自信あったんですけどね、ディアマミノル。切り替えて今週当てていきたいと思います。さあ早速いきましょう。秋華賞、僕の本命はナミュールです。ナミュール、はい、いきましょう。ナミュールの理由はですね、この馬 G1 で力を出し切れてないレースがあまりにも多すぎます。まず阪神ジュベナイルフィリーズ、これはもう出遅れからの最打ち追い込んでる4着。これはもうね、もうあの出遅れがもう全てですよね。そして、桜花賞。例年ならね、大外枠、外枠全然有利なんですけど、今年の桜花賞は内前有利の馬場で大外18番。これはもう馬場と展開に泣きました。これはさすがに18番じゃ無理でしたね。で、まぁ、10着とはいえ、勝ち馬から 0.3 秒差と、もう本当に馬場と枠次第、もう馬場と枠のせいでこの着順になったなっていう感じの、着順でした。そして、オークス。例年だとね、4枠8番、全然いい枠なんですけど、外伸び馬場。例年では大外不利の、オークスで今年は大外枠のスターズオンアースで勝つという、外伸び馬場の中、内をついて、垂れるパーソナルハイト、西のラブウィンクをかわしながらの3着。これちょっとパトロールビデオ見てほしいんですけど、スターズオンアースとスタニングローズは、もう、伸びる外をスムーズに終えてるんですけど、ナミュールは伸びない内を垂れてくるパーソナルハイをかわして内行って、そこからさらに西のラブウィングがちょっと外によれてきて、それをさらにかわしてっていう、このちょっとね、このロスがありながらの3着。強いんですけど、ただただこう力を全力で発揮できる舞台が整ってない。運がなかった。今までのレースは。ただ今回はね、先週の阪神はもう差し全然決まってたね。馬場問題ないです。ようやく枠もね、真ん中ぐらいのちょうどいい枠入りました。G1 でようやく実力を発揮できる時が来ました。ここで買わずいつ買う。しかもナミュールは父はハービンジャーなんですけど、三代母競泳マーチ、競泳マーチにフレンチレプティ、母父が大和メジャー。これはもうかなり短距離志向の強い母系で、今回距離短縮がプラスになるんじゃないかなと思います。またハービンジャー3区の G1 馬全部で5頭いるんですけど、そのうち4頭が3歳の秋に G1 勝ってるんですよね。で、今回大幅に体重を増やしてきたナミュール、これはもう成長して G1 制覇に期待せずにはいられないですね。で、もちろんこのスターズオンアースとの比較というのが大事になってくると思うんですけど、まあ、スターズオンアースは桜花賞は内前有利の馬場で、川田ジョッキーの神騎乗を生かして、まあ、でしかもその狭いところを割ってくるっていうクイーンカップでも経験してるレースで、で、オークスは逆にこの外伸び馬場で各馬外に持ち出す展開の中、大外枠でもう枠が向きましたね。で、しかも西のラブウィングがかなり飛ばして縦長の競馬になったんで、その外外をこう回らされることも少なかったんですよ。もっとこう団子状態になってればかなりの大外回らされてロスになるんですけど、縦長の展開になったことによって結構大外の中ではうちの方にすんなり入れてたんで、ロスも少なく、で、スムーズに大外に出せるっていう、もう一番いい枠だったんですよね。で、しかもスターズオンアースの2代母スタセリタでソウルスターリンが出てる母系に、でさらにこれこの馬ドゥラメンテなんで距離延長の方が向く血統だと思います。で、今回ね、2400から 2000m の距離短縮で、まあいろいろあのコツなんだっけ、コツ編あの骨折明けみたいな、なんだっけ、コツ編みたいなやつ明けなんで、やっぱ状態に不安もあるし、で、しかもこの秋華賞は、美穂所属馬で3着以内に入ったのが6頭中4頭は国枝厩舎の馬で、もうめちゃめちゃ立頭の方が強い、関西の馬がめちゃめちゃ強い舞台なんで、で、スターズオンアース、まあ、そこら辺も考えて割引できて、で、ナミュールの方が僕はちょっと今回は、ようやく力を発揮できる舞台が整ったんで、今回はやっぱナミュールに期待したいなって思いますね。ちょっと人気しちゃってますけど、それでもやっぱりここはナミュールで行きたい。しかもここ直近4年連続でアーモンドアイ、クロノジェネシス、デアリングタクト、赤い鳥の娘が4年連続でね、オークスからの直行組が勝利してるので、もうナミュール、もうここに向けて全てを捧げていると思うので、ここはもうナミュールで勝負したいと思います。で、対抗はアートハウスでございます。まあ、アートハウスはね、いろいろ不安材料もあるんですけど、まあ、同じコースで行われた忘れな草賞の走りがもう、めちゃめちゃ優秀だし、
で、オークスでのあの最後直線の足の止まり方見ると、やっぱ2400はちょっと長くて、2000メートルがベストだなっていう印象を持ちましたね。で、前走のローズステークスも早め先頭から押し切る強い競馬で、改めてこうやっぱ2000メートル強いなっていう風に感じました。で、まあ不安要素は川田、中、内田、厩舎がね、前哨戦は強いけど本番で着順を落としがち。ここはもうめちゃめちゃ気になるところではあるんですけど、まあ得意の阪神2000メートルならこの相手でもそこまで着順を落とすことはないんじゃないかなと。ただやっぱ頭は僕は波打るでいきたいと思ってるので、まあ2着相手かな、相手候補筆頭という形で、アートハウスでいきたいと思います。まあ3番手以降ここはもうほぼ大差ないです。相手にスタニングローズ、スターズオンアース、グランタインあたりを買おうかなと思っております。ちょっと今回は危険な人気馬として切りたい馬はいません。硬いと思います。てか切りずれ、唯一切る、僕がちょっと唯一切るとしたらやっぱスターズオンアースになりますね。まあでもそれでもやっぱ二冠馬という実績を評価してそこを切ってしまうのはちょっとね、いかがなものかと思うので、まあおそらく切ることはないと思います。ナミュール頭のアートハウス2着の3着にスタニングローズ、スターズオンアース、グランタインあたりでまあ買いたいなというところですね。まあ穴で唯一挙げてるのがまあエグランタインなんですけど、この馬は僕4走前から馬が変わったような走りっぷりで、で体重も20キロ30キロと大幅に増やしてきてるんですけど、ちょっとこの馬7月8月9月と使っててまだ上積みあるかなっていう、やっぱ僕前走の方がやっぱこう権利を取りに来てると思ってたんで、前走がやっぱ一番狙い目だったなって思ってるんで、ちょっとこのまだ上積み G1 でも通用するのかなっていうところでは疑問がちょっと残るので、まあ相手まで一応抑えておこうかなという形でございます。他の穴馬はもう抑えません。硬いと思ってるんで、もう硬いなら硬いで点数絞りまくって金額ちょっと上げてでかい配慮を狙いに行くっていう買い方で勝負したいと思います。はい、秋華賞は波うるでいきたいと思っております。こっからね、秋華賞、菊花賞、天皇賞と G1 続くので、まずやっぱ一歩目でいいスタート切りたいなと思っております。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。